ミートエチパックリサイタルホールから今日は2本のクラリネットのデュエットをお届けします。このエチパックではメンバーは数年間しかいないんですが、通常のまあオーケストラでは60歳か65歳まで、定年を迎えるまで、奏者はずっとそのまま2人で、例えばクラリネットのパートだったら、その同じメンバーで演奏していかなければなりません。まあ、世界中のオーケストラを見ててもパート内で、そうですね、仲のいいオーケストラもあれば、やはりこれはもうどこの仕事場でもそうでしょうけど、なかなかうまく気が合わない人たちもいます。まあ、それでも音楽はしなきゃならないんですが、このパックの場合は、同世代であるとか、あるいは、その年齢によって悩むことであったり、これから夢を持っていることであったりと、みんなが気持ちよくお互いのことを理解し合って、幸いにも仲良く演奏できているんではないかなと思います。この2人は昨年の9月同時に入ってきた1年目の奏者となります。気の合った、楽しい演奏をどうぞお楽しみください。皆さんこんにちは。 H パッククラリネット奏者の山下まりなとフルビオカプラです。私は兵庫県生まれ兵庫県育ちです。皆さん、初めの曲知ってましたか？ CM でよく聞きますよね。私の実家がそうめんを作っていて、自炊で疲れた時とか、もう自炊する気がないなっていう時は、もうほぼ毎回そうめんを食べています。なのでこの曲を選びました。フルビオはイタリア出身で、とっても勉強熱心で、最近いつの間にか日本語をペラペラと話すようになってすごく尊敬しています。私と彼は実は留学をしてたんですけども、同じ学校だったということが分かりまして、私は去年の7月にスイスから日本に戻ってきてこのパックに入団したんですけども、彼は私が入学する2年前に卒業していて入れ違っていて、こうやってその時はすれ違っていたんですけど、こうやって同じ学団で今一緒に勉強して演奏できるということをすごく嬉しく思っています。さて、そんな彼とせっかくなのでイタリアといえばオペラということで、リゴレットから一大事一大事という曲をお送りしたいと思います。オペラの中ではたくさんの歌が飛び交って盛大な曲になっているのですが、今日は珍しいアレンジクラリネット2本でお楽しみください。Thank you.
素晴らしいクライネット2本の演奏でした。そうなんです、マリナちゃんはですね、イボの糸の、お嬢様なんですね。僕も今回まで知りませんでした。僕もそうめん大好きで、本当にナスの煮浸しとそうめんっていうのはもう最強のコンビネーションだと思ってますが、このそうめんっていうのは面白いもんで、めんつゆで食べるのも美味しいんですけど、たまにですねオリーブオイルをかけてちょっと塩をかけて、まるで冷製パスタのように、食べるのもとっても美味しいんですね。今日2人のデュエットを聞いてて、そんなそうめんのことも頭に浮かびながら、聞いていました。また次回お楽しみに。